この二人は迷路探偵ピエールと助手のカルビ。古いレンガ作りのガレージを改造した少しヘンテコリンな部屋に事務所を構えています。今日も何やら事件が起こりそうな予感。カルメンはいつものように好きな YouTube を見て時間つぶし、ピエールはなかなか来ない依頼のメールチェック。お、依頼のメールかな。なになに。20年前の僕へ、突然のメール失礼するよ。今から君もよく知っている怪盗 J から街で大変な事件を起こす挑戦状が届く。20年前の僕はその問題を解決することができず、捜査の途中大切なものを失って今に至ってしまった。この未来を変えるために助手のカルメンと協力して事件の解決に必要なパスワードを見つけ出してほしい。未来が明るく変わることを願ってるよ。20年後の僕より。ピエールはちょっと不思議がっています。とそこへ、誰もいない。あ、怪盗 J からの挑戦状だ。カルメン。
人たちは何もできない混沌とした朝と夜を繰り返していました。